こんにちは、やる気先生です。前回の動画でですね、持続可能なゴニョゴニョシリーズの A 研究挑戦を決めました。とは言ってもですね、まあ自分の実力考えたらね、まずは準1級からです。無理せずね、持続するためにも10月に1回目を受験する予定です。で、その対策のためにね、教材を購入しました。届きました、この2冊です。まずはですね、分単、文で覚える単熟語ですね。僕はですね、まあ、もう学生時代の頃からほんまに単語を覚えるのが苦手でした。で、それを救ってくれたのがね、あの有名な Z 回の速単、速読英単語です。僕ほんま速単のおかげでね、英文をね、英語のまま意味つかめるようになりました。で、この分単ですけれども、そんなもう速単にそっくりです。こうページのね、右側に英文があって、左には日本語訳があってね、次のページに単語とその意味があると、まあ使いやすいとね、だからね、速単で伸びた僕にとってはこれはかなり相性がいいんじゃないかと期待してます。これとね、 CD がついてるんで、それで語彙力とリスニング力を伸ばしていく予定です。で、もう一冊はですね、こちら、初めての英検準1級総合対策です。実はですね、この著者の泉先生とはね、僕以前にお会いしたことがあって、TOEIC の勉強してた頃です。あの泉先生がやってる、セミナーに参加してね、お会いしたことがあるんです。で、あ、すごい先生やなと思った記憶があって、で、Amazon でもですね、この本の評判見たらめちゃくちゃ良かったんでね、試しに買ってみました。で、結構思ってた以上に内容も濃くてね、二次試験の対策までできると。で、何より一番嬉しいのが、こう各設問ごとにね、コツを書いてくれてるんですよ。やっぱちょっと怠け者なんで、僕こういう近道ができそうなのがすごいありがたいんでね、もうこのコツを意識してね、まずこの1冊を極めてみようと思います。で、一番大切なのがね、僕が実際にこの2冊に取り組むための勉強可能な時間ですね。まあいろいろ考えたけど、やっぱもう1日30分足す隙間時間にね、単語とかリスニングやるのがもう限界かなと。だから、まあ1日の中でまずはですね、こっちの分単、1テーマ進めることにして、で、残った時間にですね、こっちの初めての準1級総合対策をやろうかなと。当分はこの2つで勉強を続けてみて、で、両方ね、仕上がった後に、まあ過去も1回分ぐらいやってみて、その後ね、また改めてどんな対策しようかなと考えてみようと思います。まずはこの2冊をがっつり極めます。何か変化があればね、また動画アップします。英語に限らずですね、何かに挑戦されている方、共に頑張っていきましょう。ほなまた。